皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は先日発売になりました F850GS のそうですね、ロードシーンでのチェックと、あと、林道をちょっと走ってるシーンをちょっと、お伝えしたいと思います。まあ、例によってあの筑波山までちょっとですね、ルート的にちょっと設定で向かってるんですけど、林道のコースは先日あの R1200GS の最高をするで走った場所を走ってみたいと思います。まだ下ろしたての新車なので、正直まだ慣らし期間中で、ここで1から10までちょっとお話しするのはかなりちょっと無理があるかと思うんですけど、まあそれでもまあそうですね、あの初めのこのインプレッションというか、今後そうですね、もしあの数年後に、まあ、改めてこうやって見直すときにも、今回の動画おそらくちょっと役に立つかもしれないと思って作成いたしました。F750GS と 850GS が同時発売で、2台こう乗り比べてご検討されているという方が意外にもちょっと少ないのが正直言うと、驚いております。F750GS をお買いになる方、どちらかというともうそれでも決められている方が多く、 850GS を乗られている方は逆に 750GS をよく見ているという感じの今傾向が感じられますね。はい、この派生しています、その日の2日後に 850GS ご指名の方がいらっしゃったんですけど、まあ、850とやっぱ750をこういっぱい比べているどっちがいいかとやはり聞かれましたんで、そうですね、こうやっぱり実際乗ってみてこうやっぱり感じたことをやっぱお伝えするのが一番間違いないかと思いますので、まあ今回この部分がかなりこう役に立つかなと思います。TFT のコネクションメーターはこのそうですね、今トンネルの中通過してますけど、非常にやっぱり視認性がいいと、まあオーナー様からこれはもうかなりお伺いしてる話なんですけど、やはりそうですね、 TFT メーターはこの夜間でのこう視認性がいいというのは非常にこうそうですね、感じます。まあ、実際このメーターの中の機能というのは、そうですね、ご試乗時、ご納車時、あと1000キロ点検の、うちでいう、まあ、セカンドハンドオーバーチェックといって、もう一回ちょっとお教えする場面があるんですけど、それで、もう一回ちょっと理解を深めた上で、さらに、そうですね、また、気になった点をまたご相談を受けてるっていうのは、まあ、現状ではあります。まあ、実際たら、そうですね、使う部分ってやっぱり皆さん、こう、それぞれこう違ってくると思うんですね。実際メインのタコメーター他のピュアライド画面は、皆さん、まず見る画面ではあるんですけどね。はい。まあ、秋も深まってきて、路面温度がかなり濃くなってきてます。まだ路面が凍結するほどではないのですが、やはりこういった気をつけてちょっと走らないといけないシーズンになってまいりました。2018年の、まあ、12月にこちら発生してますが、今年は暖かい時と寒い時が結構寒の差が激しい年と記憶されると思います。早速まあ林道にこう入っていくわけなんですけど、まあ、こちらはまあ地元の方も走り、そして最近自転車が多いので、やはりこう気をつけてこう走らないといけない場所です。急に自転車が飛び出てきたりというのはよくありがちなので、ブラインドコーナーは本当に最新の注意で、進入していくという感じです。まあ、正直言うと、ちゃんとした、こう、砂利道のオフロードをちょっと行きたかったんですけど、まあ、実際ちょっとそうですね、新車の試乗車ですんで、そこの部分は、なるべくちょっと綺麗に保つということで、最低限のこうオフロードということで、ちょっとここの林道を選ばさせていただいてます。端っこの方に落ち葉がこう落ちてます。ここで、まあ、ちょっとオフロードを想定して、ちょっといろいろ検証してみたいと思います。こちら今コーディングプラグといって、そのパーツがくっついている状態で、ですね、DTC、ダイナミックトランションコントロール、ABS 他の設定ができるという状態で今こちら設定しております。視覚的にこう見えるので、実際こう何が変わったかっていうのはこの、わかるわけなんですけど、実際この変わった部分のどれぐらい変わるかがどこまで検証できるかという感じなんですけど、まあ、実際、体感はできました。
で実際レインモード、ロードモード、ダイナミックモードで、ロードモードでもこちら試してみましたが、あのメーターの中のそうですね、右のちょうど下の方に点滅しているところがあります。これがあのトラクションコントローラーが効いている時に光るものなんですけど、やはりこう落ち葉で路面が濡れているところですと、こうもうスリップして常に制御が働いているなというのはすぐ分かります。もしこの機能がついてなければバイクが横を向いたりとか、そうですね、前に進まなかったりとかで、あのやはり実害が出てくる感じでしょうか。まあ、実際 750GS と比べるとフロントタイヤが21インチで大きいタイヤがついてますので、やはりこういったあのそうですね、あの不安定な画面場面ではやっぱり前のタイヤが大きいほどやっぱりオフローダーの定石で非常にやっぱり安定感があると言えます。はい、もう落ち葉がすごい落ちてまして、まあ本当走るとこ逆に選ばないといけない場面で、ちょうどいいって言えばちょうど良かったんですが、明らかにやっぱりトラクションコントロール DTC あのそうですね、ついてるって非常にやっぱありがたいってすぐ分かりますね。このバイクのオーナーさんになる方が仮に、日本車国産車の例えば250のオフロードから大型バイクの免許を取って、初大型バイクは F850GS とかっていうのも十分これぴったりと思うんですよね。やっぱりこう250の感覚ですと、なんだかんだ言ってもやっぱパワーがやっぱり少ないですから、あの極端に滑るということはありません。逆に F850GS、750GS は 850cc 排気ありますから、やっぱりなんだかんだ言ってもやっぱりリッターオフローダーに近いということになりますから、やっぱりこの機能はやっぱ不可欠ですね。実際そうですね、あの、リアの ABS を切ったらどうなるかってところも実は一番ちょっと気にしてる項目であったんですけど、750GS とそうですね、比べれば一番いいんですけど、750GS ね、この機能が実際ないので、850GS 限定の高機能なんですけど、やはりそうですね、あのリアを意図的にこう、滑らせながらこう逆に加速していくっていうのは、フローダーのこう一つの、あの乗り方の部分で林道ではあるわけなんですけど、やっぱりそういうところでは非常に有効な機能だと思いますね。まあ、現行の、1250が今最新になりますけど、フラットツインの1250でも、あの、そうですね、コーディングプラグでエンデューロ訓練すると ABS、リアの ABS が切れるという機能がついてますけど、やっぱりそこはやっぱり非常に大事な機能だと思います。林道の場合には、その日が陰ってるところで急に路面が、そうですね、濡れてて急につるっと滑って転倒っていうのはあんまり考えたくないんですけど、あるんですけど、やっぱそういう時にはやっぱ ABS の機能は確かにフロント側はあった方がいいかと思いますけどね。はい。実際もう、こういうところではもうトラクションコントロール引っ張らしです。わざとすいません、落ち葉のところ走ってるんですけど、本当不安なく走れるのが本当印象的でした。これだけの微速でもやっぱり不安定なところ走るのってやっぱり本当に言うと怖いんですよね。たださえこう新車ですので、あの転がしちゃったら、正直言うともう目も当てられませんから、やはりこうこの機能ってのは非常に本当にありがたいです。この機能が逆に操作してるのが楽しくなっちゃって、ここのいじってる時間が長くなっちゃってて、本来のちょっと橋をこう比較するっていうところからちょっと外れちゃったような気もするんですけど、やっぱそうですね、機械をこういじるっていうのはやっぱり非常に楽しいことです。まあ、オーナーさんになるとこういう楽しみも正直あります。コーディングプラグさせないとこのモードには入りませんので、そうするとレイン、ロード、ダイナミックまでということになってくるわけなんですけどね。はい、まあ正直言うと250のオフロードを乗ってる人が大型免許を取って大型バイクとしてこれを買ったとしても、あまり大型バイクって感じが正直しないと思うんですよね。まあ実際慣れてるせいもあると思うんですけど、実際そうなような気がするんですよ。はい、 750GS この後ちょっと乗る場面があったんですけど、やっぱりこう850に1回パワー感慣れちゃうとなんか物足んないんですよね。やっぱり850かなって感じします。
実際街中でもやっぱりこうブレーキがよく効いてこうキビキビ走れますしね、まあ、こういう林道でもやっぱり万能で、まあ、こういうところは本当に一人で行かないで何人かで行くべきところなんですけど、やっぱりそういうところでも非常にこうリスクが少ないかなって感じ非常にします。本当スムーズにこう走れる感じなんですよね。はい、まあ、270度クランクのエンジンということで今回初採用で非常にこうそれツインらしいどこどこ感もあって本当にこう気持ちのいいライディングができるという感じでしょうか。はい、まあ、道幅の広いいわゆるロードモデルと同じようなところを走ってもこのバイクって非常にこう楽しいと思います。